追っていくのが3番の水垣です。南関東勢早くも上がってまいりました6番の日高優太です。そして3番手から5番の伊藤もちょっとこの辺り6番の日高を警戒するような感じ。7番の坂本も誘導員と車間を開け始めました。青番バック付近で6番の日高が上がっていったんですが出させないようにして5番の伊藤慶太郎3番手プレッシャーをかけていきます。さあ残り800を切りました。ペースアップ。さあここで7番の坂本は先頭変わらず5番の伊藤が再三この6番の日高の動きを警戒するような感じ。6番の日高もなかなか出られません。鐘が入って3コーナーから4コーナーに向かうところ、さあ前で一度突っ張ったのが7番の坂本、そして中段5番の伊藤、もう一度6番の日高、日高が6番手から巻き返していく。3番の水垣は口が開きました。残り400を切って1コーナーに向かうところ、飛ばす7番の坂本周作、番手は1番の佐藤弘樹、3番手外まで上がってまいりました。6番の日高、さあ日高は現在は3番手に入るような感じ。そしてこの後ろ5番の伊藤慶太郎、伊藤は現在内に行きまして3番手そこをさばいていきまして、さあそこから縦に踏んでいけるか。逃げる7番の坂本先頭に4コーナー回ってくる。先頭7番の坂本、番手から1番の佐藤、佐藤最後は追い込んだか。